一丁目ラーメン中央竹町店です。ガラス張りですごくおしゃれなお店ですね。別府市で創業、大分市では塩ラーメンで人気を集める一丁目ラーメンがガレリア竹町に出店。のれんにも塩の文字が踊ります。お店ガラス張りでとってもかっこいいですね。若い人とかにも来ていただきたいのと、おしゃれな感じっていうコンセプトでちょっと作らさせていただいております。最近インスタ映えとかいう言葉があると思うんですけど、ちょっと外出ていただいたらですね、そのインスタ映えスポット的なのを用意しておりまして、わっ、ひときわ目を引く壁が、壁のわーすごい、右上にはノーラーメンノーライフノーラーメンノーライフみたいな感じで撮られるんですね、はい、でもうそのままラーメン食べていただいて豚骨と塩がありますが、やはり人気は塩ラーメン。黄金色のスープにオリジナルの細麺を投入、そしてチャーシューを贅沢に盛り付けます。もうスープが見えないくらいのチャーシュー、はい、かなりもう豪華ですね、はい。これチャーシュー何枚乗ってるんですか？チャーシューはですね、4枚。ではまずスープから、はい、わあ、透き通った綺麗なスープ。うん、うん、あっさりとしているんですけど、はい、その中にしっかりと旨味が感じられて、かなり深みのある。そうですね、3種類のブレンドをしておりまして、まず羅臼昆布、一羽鶏と香味野菜、この3種類を絶妙なバランスで組み合わせたスープが今召し上がっているスープでございます。じっくりと味わいたいスープ、ありがとうございます、といった感じですよね、はい。チャーシューいきましょうかね、はい、これこんなに大きいんですね。柔らかくてすっごく香ばしいですね。ありがとうございます。噛むほどに、はい、このスープの旨味と溶け合ってかなり美味しい。グリラーっていうので焼いて仕上げておりますので、うん、スープとの一体感が出て美味しくなってます。そして麺ですよね、これは細麺ですか？細麺ですね、うん、はい。うん、しっかりとスープと絡みますね、はい、そうですね、うん、塩スープに合うように開発させていただいて、スープと油と塩がバランスよく口の中に、うん、はい、それと麺が一緒に口に含んで味わいが深くなっているということです。うーん、程よいもちっと感も、あ、おっしゃる通りです、はい、ありますね、はい。そして一丁目ラーメン中央竹町店の注目のサイドメニューがこちら、チャーシューと卵黄の贅沢な卵かけご飯、 TK 肉飯です。圧倒的存在感を放ってますね、はいはい。これチャーシュー何枚乗ってるんですか？これ実は大判のチャーシューが5枚ということは今日私9枚そうですいただけるということなんですね、はいはい。ではまずこの卵黄をいきますよ、よいしょ、もうたまらないですね。チャーシューと、はい、絡めながら、絡めながら、はい、いいんですか？いいんです。うん、もうこれはずるい美味しさです。しっかりとあのチャーシュー味がついてますね、はい、なのでご飯とよく合うし、卵黄がとろっとまとって、はい、すっごく味わい深い丼ですね。ありがとうございます。 TK 肉飯は1日10食限定。